みは怪奇専門チャンネルです。今回はですね、2023年1月に発売される妖怪ウォッチの妖怪 S メダルボリューム1のラインナップ、さらに妖怪ウォッチ待ちぼうけのラインナップ、こちらご紹介していきたいと思います。いや、久しぶりよね、ガシャポン。バンダイさんのガシャポンがさ、おもちゃ屋さんとか、あとヨドバシカメラとか行ったらさ、置いてあるじゃないですか。それに妖怪ウォッチ復活でございまーす。めちゃくちゃ久しぶりちゃうん。これさ、ガシャポンのサイトで妖怪ウォッチで検索したらさ、このような感じでずらーっと、過去のさ、発売履歴とかもあるわけなんですけども、一番最後に妖怪メダルがね、ガシャポンで発売されたのが、これ2018年ぐらいなんかな。妖怪トレジャーメダルガシャポン05。で、それ以降なんかメダルの発売おそらくなかったと思うんだけど、久しぶりですわ、すごくない？で、ラインナップね、こちら、公式のサイト見てみると載ってないんですが、実はですね、判明しております。これはですね、ツイッターの方で視聴者の方、その、妖怪ウォッチガチ勢さんに教えていただきました。なんかチラシかな？おもちゃ、妖怪ウォッチのおもちゃが載ったね、なんかチラシがあって、そこにもうラインナップがね、こう載ってるわけなんですよね。で、しかもなんですけど、そのチラシには、大吉 S メダルが2個乗ってんだよね。えぐいて。2023年ほんまやばい気がするんだけど。2023年の7月11日で妖怪ウォッチシリーズ、まあ、10周年ということなんですよね。3DS の妖怪ウォッチのゲームに発売されたのが、その10年前の7月11日だから、そう、今年はアニバーサリーイヤーということで、いろいろとね、展開しそうなんだよね。やば。1月はとりあえずね、ガシャポン発売ありそうだぜ。ちなみにね、発売時期こちらです。1月の第3週となっております。日にちはね、そのうちここ掲載されるんかな、わかんないですけども。今回ラインナップが全8種類、価格400円なんですけども、すべてラインナップが載ってんよね。ほいで、ちょっと衝撃なのが、なんかね、大吉メダルもあるんや。これね、くじがしゃぽん、その妖怪おみくじ神社が、新しくまたできる、復活するというよりは、そのね、ラインナップの一つが、もう値的な感じで大吉メダル入ってんちゃうかな、みたいな。それがですね、ジバニャンとコマさんなんよね。やばくない？しかもイラストが昔のやつ、小西先生書き下ろしイラストのやつでございますが、いっちゃん最初の大吉メダル、ジバニャンとコマさんのメダルが、こう多分ね、セットで入ってんちゃうかな、みたいな。それが発出中の一種なんかな、と思うわけなんですよね。やば、これは欲しすぎるんだけど。続いてですね、2種類目ラインナップ見ていきましょう。それがですね、メラメライオンとトゲニャン。これも結構昔のメダルかな、と思います。大吉メダルもそうなんだけど、基本的にこう、右上のところに、S の文字が書かれてあります。そしてですね、ラインナップ3種類目なんやけども、塗り壁と、昆布さんなんよね。で、塗り壁に関してはすでにさ、発売されてる妖怪 S メダル、おかえり妖怪ワールドへということで、これにね、ラインナップしてますやんね。だから、もうすでに持ってる方はいらんかもしれないけれどもね。ただ、被りはね、これぐらいかなと思うんだよな。続いてラインナップ4種類目なんだけど、コマジロと、なまはげのメダル。これがまあ多分ね、ペアになって入ってんのかなと思います。そして、5種類目。とどろき石と電人のペアとなっております。これなんか発売日当日になったら、全然ラインナップ変わってる可能性もあるけども、もう参考程度にね、聞いていただければと思います。ほいでですね、6種類目。人面剣とロボニャン。昔のその銀フレームのメダル、イラストは同じだと思うんだけれども、S になっていると。S メダル化しています、いう感じね。そして7種類目がですね、ドクロバーとプルファントのメダルとなっております。はい。そしてラスト、8種類目がですね、ノガッパとワカメくんのメダルのペアです。だから本当に、このくじガシャポンでしか入手できないメダルめっちゃあるぞ。やばい。もうこれは、コンプリートするしか。妖怪 S メダルの第1弾に関してはさ、これめちゃくちゃ種類多くて、結局、全30種か、全28種なんだけど、シークレットもハグレットもあるから、プラス2したら全30種で、ほんとこれコンプリート。
大変なんだけど、妖怪 S メドレーボリューム1は全部で8種類だから、まだねコンプしやすいんちゃうかなみたいな。ちょっと価格ね400円でちょっと高いかなっていう印象あるんですけれども、欲しいっすよね。そのチラシ最初見た時に大吉メドレーが2個あるから、うわもうおみくじ神社も復活かとか思ったんだけど、そうだな、8種類のラインナップの一つと見るのが妥当なんかなとは思います。続いてですね、妖怪ウォッチの待ちぼうけのフィギュア、こちらチェックしておきましょう。これも発売時期はね、メダルと同じかな、1月の第3週で、価格400円の4種類となっております。おなじみのキャラたちですよね。これここ見てみると、待ちぼうけシリーズに妖怪ウォッチのプロの仲間たち登場ということだから、これなんかね人気シリーズなんだろうね。待ちぼうけシリーズ、待ちぼうけで検索するとなんかねいっぱい出てくるんだよね、このガシャパンのところね。待ちぼうけ Q のなんかね動物バージョンとかもあるし、めちゃくちゃ可愛くない？何これ、ウサギバージョンとかもあるんだ。でクマさんとかもおるし、でさらにクレヨンしんちゃんとか、あとなんか鬼滅の刃とかもあるんだよね。めちゃくちゃ可愛いなんだろうね、シュールな感じなんかなこれとかね。鬼滅の刃の待ちぼうけがこちらですね。なんかこう三角座り、みんな座り込んでて、そうちょっとね悲しめの哀愁漂うような、そういう表情してんのかなって思います。でラインナップ一種類目、ジーパンニャーン。なんかこれさ、なんかポスターというか、こちら見てみると、なんか夕日を眺めて待ちぼうけしてるみたいな、そんな感じかな。夕日がこう沈んでいくのをずーっとこう座りながら、もう老けている感じ。待ちぼうけしている感じかな。誰かと待ち合わせというよりは、そう、老けてる感じかなとは思います。この表情ほんとね、シュールな感じ。こんなジバニあんま見ないよね。で、二頭身というか、頭がちょっとデカめなんだよね。で、多分ね、尻尾とかもあるから、ちゃんとスタンドするかな。多分、バタンって倒れることはないかなと思います。ペイントっていうか、その塗装も、すごい細かくできてるよね。尻尾もそうだし、鈴とか腹巻きとか、この耳の中とかも、めっちゃ細かく塗装、そして再現されてんのかなって思います。クオリティ高そう。そして、二種類目がですね、ウィスパー。これもなんかおもろいよな。なんかね座ってんのかな、これもね。ウィスパーさんね、もう眉毛がさなんかこうへこんだ感じになってますけど、面白いね。これも欲しいね。そして3種類目、コマさん。なんか目が棒という、なんていうんやろね、感情がない感じ。そう、コマさんのこういう表情あんま見ないかなって思うんだけど、超可愛いっすよね。そして4種類目、こちら、コマジローズラーン。コマジローどうしたみたいな。すごいね、なんだろうね、意気消沈というか、なんかこう、しょんぼりしたような表情にも見えますよね。哀愁漂う感じでございます。だからほんとね、おなじみのキャラたちみたいな感じ。これ他の妖怪も見てみたいね。オロチとか、キュウリエンマ大王のこの絶妙な表情とか見てみたいな感じしますけれども。ってことでですね、今回は取り急ぎ、ガシャポンの2つね、ご紹介させていただきました。これ、また2月3月とか、発売あるかもしれないよね。このガシャポンの方で。妖怪 S メダルも、ボリューム1言うてるから、ボリューム2、ボリューム3みたいな感じで、毎月発売来るのか、こう、アニバーサリーイヤーを盛り上げる感じで来るのかって感じですけどね。またですね、S メダルボリューム1とかも買ったらですね、ご紹介しようと思ってます。ぜひチャンネル登録ズーチオンしてお待ちください。以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。